寿司。パパーイ、リコピンでーす。うまい。ねえ、見て可愛くない？チキンラーメンの子。なんつうんだっけ？クッカーつうんだっけね、こういうの。半袖でもいいな。もう勘のいい人ならお気づきだと思うんだけど、今日何をやりたいかってわかるっしょ。もうわかる人多いと思うんだけど、燻製。これは広葉樹のブレンドで全ての食材におすすめって書いてある。てか燻製初めてチャレンジするの。なんかそんな入れすぎない方がいいらしいね。なんか10から 15g って書いてあったか忘れちゃった。ザラメを入れると香りもつくし色もつくみたいな見たんだけど、ザラメ買おうと思ったのに忘れたから、さっきスーパー行ったのに三宝島で行ってみようかな。いけんじゃね、知らんけど。こう持った方がいいのか平らにした方がいいのかすらわかんないんだけど、まあいいか、こんなんでね。せつ、あ違う、あみあみあみ、そうそう、蓋がなかったからボールで。蓋はあるんだけど平たいのしかないから。あ、いいじゃん、シンデレラフィットとはこのことなんだけど。一回じゃあ火をつけよう。ベーコンとかウインナーとかもいいと思うんだけど、火に当たってたらやばそうなものからやってこうかな。あ、もうなんか煙出てきて、すごい早い、仕事が早い早い早い、急げ。たらこを買ってみたの。やばい、飲んでる場合じゃねえ。一回止めればよくない？バカなのかな。たらこの燻製ってどうなのって思って買ってみたわけだけど、と何からいく。まあオーソドックスにベーコンじゃね。わあ、もうなんかうまそう。ファイヤー。さっきここセッティングしてる時までは全然こんな太陽出てなかったのに、めっちゃ暑くなってきちゃったじゃん。おお、すっごい煙出てきてるの見えんのかな。うお、これ大丈夫。うお、すんごい。待って、なんかさ、その音がふつふつしてんだけど、マジか。隣の家のじっちゃんがずっとこちらを見ていた。腹減ったからスーパーで買ったサーモン食う。ちなみにね、うちの白黒の方の猫が今脱走中でね、多分隣の家の庭に遊び行っちゃったんだよね。まあうちの猫そのうち疲れたら戻ってくるから大丈夫なんだけど。いや、そうそう、今日朝一ね、そうまだね寝ぼけた状態でね、布団の中にまだいる状態で、私今日一日フリーじゃん、やることないじゃん、じゃあ今日何しよっかな、じゃあやっぱ今日の朝から飲んじゃおうってなるわけじゃん。何をつまみにしたいかってなった時に、燻製がしたいって思ったわけで今に至る。旦那にねゆで卵も作ってもらいました。私なんかゆで卵作るの謎に下手なんで、今日はゆっくり燻製でもしながら、年末にタトゥーの意味を知りたいですみたいなコメントが来てて、コメントで返すと長くなっちゃうから、それをポチポチ説明しようかなって思ったんだけど、ファーストタトゥーがこの耳のタトゥーで、星が大好きなのね。星が大好きだから、星の模様と先祖にインディアンの血が入ってるみたいなことを聞いたことがあって、私クォーターだからさ、だからなんかインディアっぽい草みたいな、なんかわかんないけど、それをやってもらったのね。二つ目がドクロの手なんだけど、ユリの紋章っていうユリのマークがすごい好きだから、で、私さ、手に結構傷がたくさんあるのね、自傷の跡が。その当時まだ自傷癖が治らなくて、当時付き合ってた人に寂しくて不安で自傷しちゃったりとかもするんだろうから、誰かに手掴んでもらったらしないんじゃないかみたいな。しかもタトゥー好きだから
タトゥーの上からは傷つけることないだろって言って、まあ、デザインはお任せなんだけど大まかに伝えてこれを入れて、で隠しきれなかったここの傷の上になんか のりで666って悪魔の数字を入れちゃったんだけど、これも傷を隠したくて入れたのが、自分がデザインした月と太陽のトライバルみたいなやつと星のトライバルを入れて、私結構人生に悩んでる時があって、その時に友達に勧められた占い師さんみたいなところに行ったので、私占いとかあんまり信じないタイプなんだけど、その中で一個言われたのが、人の気ってこっから入ってこっちから出てくる、逆だったかな忘れちゃったけど、体に骨とかドクロとかそういうのってあんま気的に良くないみたいなのを聞いて、私カードキャプターさくらが大好きなのね。でさくらさんの魔法陣をここに入れたら守ってもらえんじゃねっていうわけわかんない脳みそで入れたのがこれ。これはこの組み合わせでこの範囲でやってほしいって言って、ここまだ途中なんだけど、この花とこの花とこの花を入れてほしいって言って、まだここも途中なんだけど、これはノリで、ここにはうちの今脱走してる白黒のユッケっていう猫に、もう激似の猫がここに入ってる。それはフリッシュさんのとこに行くとさ、いろんなデザインが貼ってあって、すんごい惚れて、その絵にえこれ誰かもう入れちゃったって言ったら、入れてないって言うから、じゃあそれ私入れたいって言ってここに入れたやつ。これも傷あったからここに入れた。ここにガネーシャが入って、ガネーシャは私単純に好きだからっていうのと、これも傷隠し。ここにウサギが入ってるんだけど、友達がなんか語学留学みたいな行く時にウサギを飼ってたんだけど、1年ぐらい見ててくんないかって言われて見てたんだけど、その間に亡くなっちゃったのね。私もすごい思い入れがあって、そのウサギちゃんに、亡くなったウサギをここにね入れて、まあその周りに、私はユリの花が好きだから献花としてユリの花を入れてるって感じ。そんな感じ。うやばい、やばい、できてる、できてる、やばい、やばい、やばい、できてるんだけど、やばい。うわ、隙間から足しちゃう。こんなチップ継ぎ足しでいいの本当に。あいつから出た油にくっついちゃったよチップ。まあいいか、ペペに取りゃいい。次はチーズっしょ。いつもこのカマンベールチーズ入りを買ってんのね。これ日常でよく食べるやつ。プレミアムのアーモンド入り、贅沢アーモンドを買ってみた。なんか燻製ナッツもいいよみたいなの見たから、あ、じゃあナッツ入りのチーズでええやんと思って、チーズはめっちゃ楽しみだな。なんならチーズがいっちゃん楽しみかもしらん。ざらめなかったから三温糖にしてみたけど、これ意外といけてるよね。ちゃんとしっかりさ色ついたもん。めっちゃ楽しいんだけど、うちの脱走した猫も様子を見ながら行けるしね。あの脱走兵どこ行ったんだ。よし、できたやつ食べてみよう。やばくない？ベーコン、やっぱ一番最初オーソドックスにベーコンから。うまっ。ちょっとやりすぎた感はある。ちょっとだけ苦い。砂糖のせいかな。わかんないけど。もうちょっと短くてもいいのかもしれないね。確かにザラメを入れると苦味も出ますみたいな感じで書いてあったのね。そうかも、合ってんのかも。でも三王糖でもちょっと入りすぎたかもね。三王糖を。うわこれハマっちゃいそう。うわかるこれ。うまそうくない？うえ、うん、まっ。え、たらこやばいかもしらん。うん、たらこのしょっぱさは多分ちょっと上がってんだけど、もう酒やばい、進みすぎるぞこれ。待って、やばいじゃん、熱い。いつもさビールはさ2本飲まないけどさ、こんなん2本目いっちゃうよね。えちゃんおかえり。はい
あーゆかりゆっちゃん帰ったよ。来た来たよ来た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 んだよって。うぅえやばくない、素敵、美しい。一旦お皿に移して、次はこちらでいきたいと思います。まず普通のチーズ、おお舌がとろけてる。熱いかな。あ、大丈夫。やばい。お次はおたまちゃん、いってらっしゃい。うわーうまそう、卵こりゃうまいに決まってんじゃん。よし次、次は残りのベーコンを無理くり詰め込んで、いってらっしゃい。次のベーコンやってみたんだけど、一番最初にやったさ、これよりはさ軽めだけど、さっきちょっと苦めだったからこんぐらいがいいんじゃない。でラスト、がこれ普通のチーズ、普通のチーズ、ベータカーモンド、ピスタチオが大好きだからピスタチオもちょっと器を作ってみたのこれをやってみようと思います。もう何回目かのスモークやってるうちでだいぶ日も落ちてきまして寒くなってきてね、これがラストスモーク、ラストスモーク開けてみましょう。うん、ピスタチオの殻もほんのりさ色づいてめっちゃいい感じじゃない。うわーやばい。そうこうしてるうちにね、その間にレモンサワーこれ3杯目だから、今お酒合計でいうと4リットルぐらいか。まだまだ夜は長いからね。酒とつまみと私、ふいふいふい、ただいま。これね、岩谷さんのタフマルね、このごとくのこの感じ、これのおかげで今日は無事にできたね。これめっちゃいい香りする。やばくない。うん、これ卵じゃん。庭バーベキューとかさ、庭で燻製とか、庭でなんかやってるとさ、酒もすぐ取り行けるしさ、トイレもすぐ行けるしさ、手や汚れてもすぐ洗えるからいいよね。でこれがたらこ、ベーコン、ショウセン、ピスタチオ、ナッツチーズ、てか普通のベビーチーズ、ショウセン、うまっ。シャウエッセンやばい。いつもさ家で買うウインナーはさ、シャウエッセンとかちょっとお値段があれだからさ、安いお得用のやつを買うの。でも今日は燻製だったらやっぱシャウじゃねっつってシャウっちゃったんだよ。やばい、うん、シャウやばい、あってね。普通のやつがこっちで、燻製したのがこっち、すごない色出てて、硬っ。普通のやつより硬いかも。いた、もしかしたら何も味変わんないってことあるからね。ちょっと待って、口の中一回浄化して、一回このいぶしてない方のピスタチオを食べてみる。うん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 、こっちいぶした方、いぶされてる、うめえ、スモークされてるわ。うん、旦那にさ卵茹でてもらったんだけど、私剥き方が下手すぎて、ちょっと綺麗なやついこう。蓋にしてたボールが当たっちゃってちょっと焦げちゃったけど、
イールじゃない？歯で挟んだ瞬間すんごいいい香り。これにいいよ、燻製したチーズ乗せちゃったりしたらさ、可能であれば叫びたいぐらいうめえ。いや、わけあってね、この庭付きの一軒家、一軒家っつっても賃貸なんですけどね、引っ越してきてからせっかく庭があるんだったらやりたいなって思ったことを今日やっと実現できて、私はとてもウルトラハッピーです。見て、最高っしょ。そういうことで皆さん、聞きたいこと、気になること、ここのコメント欄でぜひ聞いてください。そしたらまた動画にするか、ポッて返せるものはコメントで返すし、質問だったりコメントしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。見てくださってる方は軽い気持ちで登録もお願いします。 X とインスタの方もやってますので、そちらの方で質問してくださっても大丈夫です。よろしくお願いします。それではこの後はこれをおつまみに飲んでいきます。こんなうまいことできることある？初めてだよ。初燻製よ。それではまた次回。